ゆうちです。中区の金山町に来てます。今日は久しぶりに角打ちに来たいなと思ってます。場所は金山町駅から北へ上り町方面に進んでいきます。なんでもビールをメインに出している角打ちがあるみたい。平岡って酒屋さんでお昼の14時頃から角打ちができるらしいです。お、見えてきました。こちらが角打ちができる平岡さん。ゼロ軒目酒場ってのがまたいい。店内ではお酒の販売もされていて、前のカウンターで角打ちできるっていう感じでした。おすすめとかってありますか？まず一杯目とか。まず一杯目は普通にキリッとタイプ。はい。あ、じゃあキリッとタイプいただきます。はい。まずはキリン一番搾りのキリッとタイプいただきます。店主さんがめちゃくちゃ丁寧に注いでくれます。ありがとうございます。はい、どうぞ。キンキンに冷えててめっちゃ美味しそう。最近暑くなってきたんでさっぱりいきたいですよね。おつまみとかってどういう？はい、おつまみはのと缶詰チーカーのぐらいです。わかりました。このカウンターの雰囲気がいい感じ。清潔感もありつつ、なんかお祭りみたいでテンション上がりますね。こちらおすすめしてもらったクジラの缶詰、温めてお皿に出してもらいます。甘い味付けでうめえわ。こちらってビール専門の、だいたいもともとビール専門だったんですが、はい、途中からお酒を、あ、いろんな酒を、で、あのハイボールが欲しい方はあそこで角ハイを買ってもらって飲んでもらう。あ、そうなんですね。この日は外国人のお客さんが多かったです。外国人の方ってどうやって情報を仕入れてるんですかね。2杯目が終わる前にサンライズっていう今回の目玉商品を注文しました。できるまでに数分かかるみたい。黒ビールを。はい。あ、黒ビールなんですね。で、その上に、はい、一番搾りの泡だけを乗せます。へえー。で、少し時間を置きます。はい。サーバーで出した泡は、はい、まあ、ビールの泡は全部ビールに戻っていくんです。はいはいはい。
で、ピノの方が比重が重くてビールが軽いので、この上にビールが乗っかってくるから。あ、そうなんですね、うん、真横から撮ってます。あ、こうサンライズで、こちらしましょう、はい、あ、ありがとうございます。真横からもう少し夜が明けてる。確かにちょっとここら辺がなんか色が変わってきてますね。これを 2,3 分待つみたいな感じなんですか。そうですね。ですから常連さんは両方頼んで、あ、一杯目をグッと。なるほど。スッキリを飲んで、はいはいはい、あとゆっくりこちらを飲まれる。あ、でもそれはいい飲み方ですね。ほら、どんどん色が変化していって日の出みたいになってきました。そもそもサンライズって日本語訳すると日の出を意味するみたいです。これだけ泡が、はい、ビールに戻っていって。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。もうね、綺麗すぎて飲むのがもったいない。味はめっちゃクリーミーでまろやか。黒ビールの苦みもあんま感じないですね。すごい美味しいです。美味しいでしょ。なんかまろやかというか、めちゃくちゃ泡が美味しいと評判なんです。めっちゃふわふわという、ふわふわですね。なんか軽く食べたかったのでおつまみを物色。ちなみにお店は前払いのキャッシュオン制でした。チーズかまぼこ80円。はい、どうぞ。ありがとうございます。ほんとこういうのでいい。久々に食べたけど美味しいな。家で瓶ビール飲んでみたいんですよね。ゴミ出しとか考えたら缶ビールになっちゃうんで、今度挑戦してみます。ちなみに家で瓶ビール飲んでる人とかっていますか？コメントで教えてください。ちなみに平岡さんでは江田島ワークスというクラフトビールの醸造所を運営されてるみたいです。今後は格打ちで飲めるようにするみたいなんで、これも楽しみですね。それにしてもサンライズうまかった。ここはまた来たい。ごちそうさまでした。あ、はい、美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、またお越しいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。